無限大な夢の後のやるせない世の中。あ、すいません、ごめん、もう回ってる、カメラ回ってる、マジか。あ、ポップコーンシュリンプということですね。はい、始まりました、カルセです。なんと本日の企画はですね、大学バスケ、あるあるいつも皆さんに選手を紹介してプレーとかを紹介してるんですけど、ちょっと違って、この間 CS パークのインスタグラムでですね、大学バスケあるあるを、募集させていただきました。そしたらなんとですね、もうすっごいもう来ました。もうなんつーだろうね、あれ、皆さんからいただいた大学バスケあるあるをちょっとね、あの映像とか写真と交えながら紹介していきたいと思います。まあまず一番最初はすごくたくさん、もう多分一番来たんじゃないかなっていうのを紹介したいと思います。こちらです。じゃじゃん、有名選手がすぐ近くにいるですね。まあこれ間違いなくてですね、皆さんが観客席で見てるちょっと隣にいるかもしれないし、そういうのがすごく来ました。有名選手がギャラリーで待機してる、選手とばったり会える、体育館までの道のりで選手たちに遭遇するとテンションが上がる、会場でその辺にめっちゃ有名な大学バスケプレイヤー歩いてるとかね。で、あのやっぱりね、この選手がすぐ近くにいるのに代表でこれだと思うんですよ。トイレで選手が隣に来る、これ間違いないです。もしかしたら皆さん筑波大学の山口隼人と犯罪王に囲まれるかもしれない。便器囲み、技術便器囲みをされるかもしれない。カルロスもあの昔来てたら、隣にあの今レバンガ北海道の折本恵子選手が来て、あの一緒にね、しました。隣で折本選手と一緒にできました。できちゃいました。写真撮ってくださいとかサインくださいでもやっぱり選手絶対対応してくれるし、すぐ近くにいるんで、皆さん大学バスケの選手を見つけたらガシガシ声にかけて、そしてあのトイレに誘ってください。やっぱりあの学生はね、ツレション文化圏の人多いんで、はい。まあでもあの女性の方はやっぱりあのね、ツレションなんていうことはもちろんできないので、そういう場合はトイレの前で待ち伏せしましょう。もうトイレの前、トイレしない選手いないから。これ、続いての大学バスケあるあるはこちらです。ザン、ベンチの盛り上がり系ですね。これ、ほんと意外とたくさん来て、カルロスはびっくりしてるんですけど、みんな意外とやっぱベンチを見てますね。ベンチの盛り上がりが異常。ベンチが熱い。シュート決めたチームのベンチリアクション見がち。ベンチが置くのが面白い。ベンチふざけすぎ。とかね。まあ、コートにはコートの戦いがあって、ベンチにはベンチの戦いがあるんよ。それはもう一人の競技者として、自分ができることを探して、必死で戦っていくから。あの、日本体育大学のね、ベンチパフォーマンスなんかもすごいですね。モンマス大学っていうアメリカのね、大学ですごいベンチパフォーマンスがすごいとかあるんですけど、そこをちょっとね、あのオマージュというかちょっと真似してやってるのも面白いです。でもベンチといえば一人皆さん忘れていませんか？そう、吉田監督です。すごいんです。あの吉田先生に関してもあるあるがね、結構あの来ました。5通ぐらい来ましたね。筑波の吉田監督が上着を脱いだら会場が盛り上がる。吉田先生スーツ脱ぎがち。監督がジャケット脱ぐと盛り上がる。吉田監督に集中しがち。吉田監督に集中するっていうことがあるあるだと思ってる人もいますからね。もうこの人は多分大学バスケの会場来ても吉田先生しか見てないです。でもこれほんとすごくて、やっぱジャケットの本当にすごいパーってなる。吉田先生に関するなんかちょっとあの小ネタというか情報があったらぜひぜひ募集しています。ここで数は多くなかったんですけど、ちょっと面白いなって思ってカルロスがセレクトしたあるあるを紹介していきます。あるあるだからね、マジで大学バスケあるある教えてくださいって言ってきたものです。1個目、やべえ語彙力。何がやべえんだ何がやばいかを教えてほしかったんです。はい、20点。次、声が出る。卑猥な取り方ができそうな感じがあるけどね。どういう、あのこれは多分まあ普通の捉え方だとシュートが決まったり盛り上がるとうわーって出ちゃうのか、それかなんかこう推しのね、こうかっこいい選手がシュート決めたみたいな、ちょっとこうあーみたいな感じで声が出ちゃうのかっていう、これもちょっとなんだろう、もう少し詳しくいただきたかったけど面白かったのでチョイスしました。モッチの胸筋に惚れてしまう、これは間違いない。もう寝たい、モッチの胸筋3丁目に引っ越したいカロスは。わかる、あるある、これはあるある、これはあるある認定しよう。はい、モッチの胸筋に惚れてしまうは大学バスケあるある認定ダン。まあモッチに限らずですけど、やっぱガタイ、あの僕はあれですね、サルハラの上腕二頭筋でコーラ飲みたいですね。こちらも来ました。みんなボリゴリマッチョンチョ大丈夫かボリゴリマッチョンチョって言う、普段
普通に人生を生きてきて、まあ小学校、中学校、高校、大学とかね、まあみんないろいろ道があると思うけど、こういうね、普通の人生の中でポリゴリマッチョンチョって言わんよね。君だけだ。パイオニアではポリゴリマッチョンチョの。ということで、カルロスは、フィジカルが強い選手がいたら、ポリゴリマッチョンチョと叫ぶことを、ここに推奨します。まあこのカルロスセレクターね、ちょいちょいこう挟んでいくので、皆さん楽しみにしててください。いただいたあるあるなんですけど、中にはやっぱり選手からねちょっと来るのもありまして、それを紹介していきたいなと思います。最初、笹倉セクシーですね。レイジ君が選んだ大学バスケあるあるは、とりあえずソータ見とけばいい犬。まあね、なんかね、やっぱこういう CS パーク越しに、なんていうの、もうインビジブルコミュニケーションというかね、結構やりがちだよね。でもまあレイジ君は後輩が好きらしいので、こういういじりをしますね。まあ確かにこうね、大倉くん見とくとも楽しいかもしれません。そんな大倉くんからも来ています。筑波の88がかっこよすぎて、見に来た女の子が全員惚れてしまう仲良しか。なんでこの CS パーク越しみんなすごいこう微妙な絡みをするんですか。まあでもね、マキくんはね、やっぱり可愛い顔とプレーと声のギャップにみんなちょっと打ち抜かれてるのかもしれませんね。カルロスもね、はい、あのマキ君と対談した時、実はあのなんだろうね、こうオーラあるのよ、やっぱり選手としてのすごいオーラって、まあ、顔可愛いでも声低いみたいな、そんなんかもいろいろもうよくわかんなくなって家帰った後寿司握ったもん。カルロス寿司握った。店長からもいただきました。なんか打ち合わせしたのっていうぐらいこの一連の流れがすごいんですけど、そんな店長から来たのが、マキさんよりジャワラの方がもともとないないこれは大学バスケないない。そんなあったらごめん、ジャワラジャワつくぜ。皆さん知らないでしょうけど、ジャワラがジャワついてる写真があるです、あるんですよ、こちらです。ジャワつくな、すげえジャワついた今。ジャワラの方がモテ、先輩呼び捨てにすな、テンションは。ジャワラの方がモテモテというあるあるが来ていましたが、なんとジャワラに関するあるある来ています。他の方からこちら、ジャワラジョセフのダンクだけを見に行く。大丈夫か。こんなもう縦4試合ぐらいやってて、もういろんな1部とか2部の大学こんな試合してんのに、ジャワラのダンクだけ見に行くなんていう気候、楽しみ方がニッチすぎるっしょ。これ大学バスケあるあるっていうよりも大倉あるあるなんですけど、大倉颯太さんのルックスに惚れる、大倉颯太選手かっこよすぎて応援どころじゃない、大倉くんのプレーがすごすぎ、大倉颯太のダンクがかなり盛り上がる。もうわかる、かっこいいかっこいいんだよ、かっこいい、そうかっこいい、もうかっこいいよ。